中3の英語ですね。中間テスト対策。はい、教科書は44ページのところでね、まあ、今日はですね、so that というのと、to to、こいつをですね、確認してみようかなということでございました。例文としてはこんな感じです。はい、I was so busy that I couldn't eat lunch なんていう具合に、はい、この so that という形ですね。はい、これが使われたものですね。はい、で、この so that でね、あまりに何々なので、はい、あまりに何々なのでなんていう風にね、そんな意味で取っていくんですね。はい、ですから私は so busy、 あまりに忙しいのでってね、あまりに忙しいのでっていうことですね。まあ、はい、そして I couldn't eat lunch ということですね。まあ、これ過去形だから忙しかったのでって言ってやった方がいいんだけどね。はい、で、忙しかったので I couldn't eat lunch で、昼食、お昼ご飯を食べることができませんでしたっていうことですね。はい、食べられませんでした。そう、so thatであまりに何々なので、はい、私はあまりに忙しかったので昼食を食べられませんでしたというようなことですね。 so thatで、とても何々なので。もう一つは、はい、This problem is too difficult for me to solve。 はい、今度はね、too too という形ですね。はい、too too という形。はい、これでね、あまりに何々、ね、あまりに何々すぎて、何々できない、ね、いうような意味になるんですね。まあ、どこにも not みたいな否定の形はないんですが、否定の形ですることができない、can not の意味で取っていくわけですね。はい、で、その to の直前にね、for 何々ということでね、こんなんが入ってくる場合がある。はい、この for 誰々、まあ、誰々にとってとか、まあ、今回誰々には、なんていうような意味でね、取っていくといいのかなということでした。はい、ですので、this problem、 はい、この問題は、はい、この問題は、too difficult for me to solve、ね、私には、for me、私には、はい、too difficult、難しすぎて、to solve、solve っていうのは解く、問題とかを解くという意味がありますけどね、解くことができません、解けませんというようなことですね、ということでした。はい、so thatで、あまりに何々なので、なんとか。too toで、あまりに何々すぎて、何々できない。はい、この形が使われているのがこの44ページのところでございました。はい、ということで何度かいろいろごちゃっと書きましたが、ね、ちょっと合わせてみましょう。はい、あまりに暑かったので私たちは泳ぎに行きました。あまりに暑かったので私たちは泳ぎに行きました。で、あまりに何々なのでだから、so thatの形使ってあげるといいね。じゃあ、はい、どうしましょう。はい、it was 何 hot 何 went でということですから、まあ、so thatを使おうというパターンのところでね、まあ、空欄が2個抜けてるわけですので、まあ、きっとso thatなのかなって思ったりするわけですよね。はい、あまりに暑かったので、ね、はい、so hot ですね。はい、そしてざっと、ね、起きまして、それ以下、we went swimming in the sea、ね、海に泳ぎに行きましたということですね。はい、so thatあまりに何々なのでのパターンでした。また、その物語はあまりに面白かったので、私は何回も読みました。やはり、あまりに何々なので、ね、so thatの形使いましょうね。はい、the story was、はい、その物語は、はい、だから、あまりに面白かったのでっていうことで、そうなんとか、はい、そう面白いといきましょうね。はい、ですから、そう面白い、interesting。はい、そしてやはり、that と使ってあげてね、so thatの形ですね。はい、その物語は、so interesting ね、あまりに面白かったので、that 以下、I read it many times ね。まあ、I read が、ここは単過去形だな。私は何度もそれを読みましたということになりましたね。はい、so thatの形です。このコーヒーは、私にはあまりにも苦すぎて飲めません。はい、今度は、あまりに何々すぎて何々できない。ほう。トゥートゥーだ、トゥートゥーだ、トゥートゥーだということですね。はい、ですからトゥートゥーの形使ってあげましょう。あまりに苦い、まあ、ビル、ね、ビター、苦いということですね。はい、ですからここで too bitter と使ってあげましょう。はい、私には。はい、で、to drink ね、飲むことができませんね。はい、for me なんていうので、私にはなんていう意味でもやはり取れてますね。はい、this coffee is too bitter for me to drink、このコーヒーは私にはあまりにも苦すぎて飲めません。またまた、はい、この猫はあまりにも速く走るので、彼には捕まえることができません。はい、あまりに何々なので、何々できないですので、to-to の形ですね。
The cat, the cat runs. はい、その猫は走るんだと、ね。ですから、あまりにも速く走るのでということですね。はい、ですからここで too too の形。はい、too fast, too fast。はい、そして、彼にはなんていうのがね、私には、for me。はい、ですから彼にはということですから、はい、for him なんていうふうに使ってあげよう。はい、そして、やはり to to ね。はい、ここが to ね。プラス動詞の原型の不定詞の形になってるということになるのかな。はい、ですので、the cat runs too fast for him to catch。はい、この猫はあまりにも速く走るので、彼には捕まえることができません。ということでございました。ってことで、はい、ここはね、まあ、読み物のところではございましたが、はい、そうざっとであまりに何々なので、トゥートゥーであまりに何々すぎて何々できない。トゥーの直前、フォー誰々と入れることでね、私にとってるか私にはとかね、そんなような意味ね、付け加えていくことができますということでございました。はい、ということで本日、教科書44ページ見てみましたということでした。では、また。